どうもこんにちは、こんばんは、青ゲームです。ということでドラゴンクエスト6実況プレイ続きやっていきたいなと思います。あとですね、チャンネル登録、そしてですね、この動画に高評価などよろしくお願いします。ということで、前回ね、このミレイユさんがですね、まあ仲間になりまして、だからミレイユさんだけほら色がほらついてるじゃないですか。色がついてるってなんか表現あってんのかわかんないけど、で街戻ってみたんですよ。なんか装備がね、ハッサンの装備がなんかちょっと確か防具がちょっとしょぼかったんで、そうそうそう、川の腰巻きとかなんでちょっと鱗装備欲しかったんで行ったらですね、街入るとミレイユさんは出てきてくれないんですよ。だから、うん、買えなかったってことで、まあまあでね、ちょっと分かったんだけど、このほらここにミレイユさんいないでしょ。だもしかしたら脱退すんのかななんて思いつつ、ちょっと分かんないですけどね。まあとにかく、まああのあれです、行きます。次にその夢見の洞窟だっけ、ばあさんに言われたところもうちょっと早速ね向かって、ちょっと待った、忘れた、待って待って、そうか、これあれね、戻んのかな、ここまた、ここが戻んのかな。覗き込んだ、イノマジンが現れた。あっ、これあれ何この世界って何、むやみに何、井戸調べちゃいけないの。ちょっと待った、うわー、なんいや、なんか嫌な予感。ちょっと待った、これガチかガチか、わかんない、どんなんかわかんないから、ちょガチでやっていこう。1は、え、弾かれたって出たね、やばい、なんかちょっと弾かれた、ん、すくみ上がった。これどうなの、強いのかな、わかん、攻撃食らってみないとわかんないよね。放った16のダメージ、大きく息を吸い込んだ、なんか息を吸い込んだんだけどちょっとわかんねえ。32、強い、やばいやばいやばい、これ強いぞ。待って、ちょっと待って、ホイ見つかってな、ちょっと待って、これ飛び膝蹴りとどっちだろうね、どれぐらい違うんだろうね。8316、まあ普通に特技がルカニをして失敗したから普通に攻撃していこう、普通に攻撃で、ね、何この世界の井戸はやべえの、なんかよー、23強い。待った待った、まだはいけるね、まだいけるね、特技オッケー。この世界の井戸はな、いろんなとこに繋がったり敵が出てきたり、危なくね、そう、もう存在自体が危ないんだけど、マジかこれ。普通攻撃ね、オッケー、増えた、オッケー、倒せんのかな、お、デジャブか、待って、これびっくりした、ちょっと怖魔法カンタすくみ上がっています、まだ息を吸い込んでる、また防御しよう、防御、危ないから、オッケー、身を守ってる、大丈夫、オッケー、いやあ、ミレイユさん、ミレイユさん、ミレイユさん、特技一応回復、あ、ミレイユいけんのか、オッケー、ミレイユさんこっちからあれはできないんだけど、何もできないんだけど、1、ちょっと皆さん自分で回復してください、ミレイユさん、普通にまあ行くしかないね、ちょっとこれ勝てんのかな、勝て、いやー、待ってくれ、危ない危ない危ない、しかも範囲攻撃、いや、いけ、もう押せ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 、いや強っ、おー、勝った勝った、井戸魔人に勝った、162の経験値、何なのこの世界の井戸は、もうやべえじゃん、もうこの世界の井戸の存在が、いや、もう怖いんだけど、こんな今まででなかったじゃん、井戸調べて、いやちょっと気をつけましょう、ちょっとこれやば、危なかったね、危なかった、ちょっと危ない、おしゃれなバンダナを手に入れた、おしゃれなバンダナの、なんか何か何かしらを手に入れたんだけど、ちょ待って、ちょ待ってね、道具、おしゃれなバンダナ、おしゃれなバンダナ、はい、装備ができる44、かっこよさが上がんのか、でさっきばあさんのところで取ったやつ、戦いのとしても道具として使える、これちょっと使ってみようか、まあ いやで、ちょっとね、帰ります戻りましょう、一回、ちょっと申し訳ない、ちょっとまさかの戦闘が、まさかの戦闘シーンが、あと、セーブはいいや、セーブはいいか、まだ、いやー、この世界の井戸やべえ、怖え、
セーブしてから移動も、セーブしてから、まず休んでも、休ませていただいて。でさ、なんかさ、B ボタンで、まあまあ話できるんだけど、そうだ、忘れた。なんかね、薬草10個もらったから、ハッサンが言ってたね、薬草10個持っているから、なんか、今から行くとこやべえんじゃねえのみたいな、なんかハッサンが言ってんだよね。ハッサンが言っとるわ。よし、このまま行くか。南に降りてったらいいんだね、ハッサンが見て。押し付けかましいたらあらしないぜ。とはいえ、俺たちもこのままじゃ実際身動き取れないからな。言われた通り、夢見のしずこで見てみて。ばあさんの身内なのかな、本当に言ってねえけどな。で、こればあさん、あのさ、薬草もそう、これ10個もくれただろって。それって要するに、南の洞窟のとやらが相当危険な場所だって。これボスいるのかな、ちょっと。いそうな、なんだかいそうな気がする。なんだかいそうな気がする。まあいいや、よし行こう。ちょ、バブルスライムが、ちょっと、まあ、じゃあ、オッケー、ミレイユなんかやってみよう。オッケー、いやいや。あ、そっか、ミレイユあれか、寝てないのか。そっか、ミレイユ、ま、町に入ってないから、回復してなかったのか。まあ、いいや。で、南に洞窟が、マップ自体はそんなに、広くないんだよね。世界マップが、今んとこね。今んとこ、ちょ、バブルスライムやめて、ちょっと毒消し。毒消しがさ、買おうと思ってたんだけど、毒消し買えねえの。買えないんだよ。まだ、ほら、まだ、なんか暗闇、なんか透明だから、さ、どっちこだ場所が、ベビーゴイルとかなんか、なんだか見たことないような出てきたような気がする。なんか、いや、待って、ちょっと強いな。ちょっと強くないですか。いや、参った。レベル上げにはいいけど、いや、強いな。22。ハッサンね、なんか、鉄の爪強いね。鉄の爪強いよね。いや、なんか食らった。うわー、マジか。うわわわわ。強くないっすか？ちょっと南の洞窟がどこだかわからないんですけど、あった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 。ありましたけども、今のやつはちょっと強くなかったっすか？ちょっと、まずいな。あ、気遣いした。ありがとうございます。ミレイユさん、ありがとう。ミレイユさん、僧侶タイプかな、じゃあ。ミレイユさん、ちょっとちゃんと、ちょっと指示出せないんだよね。これ、仲間なんのかな？なんか、ちょっと離脱するような気もする。なんか、この感じだと。なんかね、そんな気しない？身を守っている。よし、OK。いやー、ちょっと洞窟強いのかな？まあ、袋、なんか入ってるから、薬草あるし。毒消し草がちょっと買えなくて、キアリー覚えてないでしょ。さあ来ました。さあどっちだ、どっちだと思う。左行ってみっか。階段あった、階段あったんで、ちょっと下行ってみようか。さっきのとこブーメランね。ブーメラン結局さ、何種類、ドラクエ5って何種類あった？2種類ぐらいしかなかったよね、確かね。2種類ん2種類じゃない、結局。そうだよ、3種類あったのか。最後炎のブーメランだったでしょ。あれ、なんかこっちあんのかな。だからドラクエ11はさ、ハグメタブメタルのなんかブーメランがあるんですよ。あって、それはまあそんな強くなかったんだけど、あった、宝箱。シンプルだね、ここはね。バブルスライムやめて。じゃあ毒消し層変えなくてさ、いやマジでちょっと変えなかったから。あ、いった、 OK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 。 キャドやめて、ハド、ヒャドやめてくれ。ヒャドやめて、ハドやめて。まあでもここなんかレベル上がりそうだね。 MP 切れたらまたいつも通り、一回戻って編集点作って、また戻ってきますから。レベル上げがあったら、まあそのスタイルはね、今回も変わらないんですけども。さっきメラの翼を手に入れた。よっしゃ、戻るぞ。戻るじゃねえわ。でこっち左か。いや、何層ぐらいあんのかな。でも今のところなんかファミコン版じゃないからちょっとわかんないんだけど、そんなになんかちょっとややこしいダンジョンはないね。長くはないし、長いとこもまだ出てきてないから、まあ言ってもまあ序盤か、まだこれ。さあ来ましたね。どっちだ、違う、こっち違うわ、こっち違う。さあ、あ、ピエール来た。ピエール、あのさ、ドラクエ5をさ、こうやってたじゃん。もう1ヶ月半ぐらいやったからさ、もう戦うとさ、
あ、仲間になるのかなってちょっとこうのちょっとよぎるんだよね、ちょっとよぎるんだよね。でこれまあまあ別にあの別に、まあ、全然ネタバレなんで別にあの独り言だと思って聞いてほしいんですけど、まだねダーマの神前が出てきたからまだねこのゲームが一体何なのかが分かってないんだよね。職業を変えれるのかとかそういうのがちょっと分かってないから、まあそこら辺はね、まあ、おいおい分かると思うんで楽しみにしていきたいなと思います。でこのねミレイユさんもねこの何なのかってちょっと今分かってないんで、まあそこら辺も、まあ、楽しみにちょっとしていこうかなです。あレベルが上がった、レベル上がったんだけどハッサン10になったね。一回ちょっとちょっと満タンしてみようか。さあ初の満タン、あミレイユから回復してくれてるんだ、あいいね、ありがたいありがたい。さてと宝箱発見、宝箱発見、バブルスライム、あやっぱハッサンはやっぱね格闘家タイプだね、やっぱ HP 多くなるね。あれアリーナって HP 多かったっけ、あれ多かったっけ、そんなにライアンがあのバカみたいに HP 多かったんだよね多かったんだよね。調べた、なんだ、守りの種を手に入れた、手に入れましたか。さあこっち行って今んところこっちか、残りこっちか。そんな言うほど外と同じぐらいだね。ただ HP がちょっと、あいや MP がちょっと切れ始めちゃってるから。さあどこだ、あ、ん、さっきんとこあれ上か。さあピーポー、あとピエール、ピエールピエールおいで、ピエール起き上がっておいで、起き上がっておいでピエール。今回はないもんね。なんか一回さあれやっちゃうとさね、なんか仲間にしたくなるよね。1枠でいいから、これ見るからにもう一人仲間いるね、この感じ。今右下に多分上の画面が映ってると思うんだけど、もう一人入ってくるでしょこれは。帰ってくるよね多分ね。なんか最後モンスター枠1個欲しいな。今回モンスターは仲間にならないってこと、いやわからん、一番最後あるからね、まだね、わからんっちゃわからんよね。まあさすがにないかさすがにないか。あれ血筋だったんだよね、モンスターに何だか好かれる血筋かなんかだったっけ。まあ、これね今もし、まあ、あの多分ミレイユっていうのが多分あの最初の夢の人だと思うんですよ、多分ね、多分そうだと思うんですよ。まあまあそれがねそうかどうかっていうのまあまあ後々分かってくれば楽しみだと思うんですけど、ただもう分かってないのがもう一人だよね、何が仲間になるのかっていうのと、あと酒場があったからどんな感じで仲間になっていくのかな。おおスライムすげえすげえ、下のスライムで攻撃掴んでなんか攻撃してきたよ、すげえ。何あんな動作あったっけ、ファイブにあんななかったよね多分ね。さあ階段があってさあなんかちょっと雰囲気がちょろっと変わったね、あピコーンとかなんかちょっと細かいんだよね。あの前の動画でも言ったけどあの毒のところもさプクプクプクってなんか浮いてた、なんか気泡みたいのがプクプクプクって出てくるし、まあそんな強くねえな。ミレイユどうなんだろう、扱えないんだよねマナー、扱えないからね。さあどこだ、下降りてあっちに、あ宝箱あった、あっちに宝箱がある。ああメタルスライム来た、早い早い早いね、メタル、メタリン来た、メタリン、あたちょっと待って、よし攻撃、ちょっと待って、じゃ攻撃、あれこれどうやって選ぶのこれ、作戦全員作戦命令させろに変えて OK でしょ、攻撃、あれこれ選べないのこれ、あそうか、ごめんごめん、あバカなことしたお前ブーメランだろって、ごめんなさい、すいませんそれブーメランでした、あお願いメタル、メタリンお願い、メタリン倒させて、初のメタリンお願い、よし OK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 
結構早い段階で来るね。お願いお願い、待って、逃げるね。メタリ逃げるね。オッケーオッケーオッケー。あー、空気読んでくれてる。ケイ、空気読んでくれてる。お願い倒させて。あー、逃げる。よし、逃げない逃げない。あれ、逃げづらいのかな。やめて。
ッケーオッケー、よし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 、さきました1378、上がるよねやったよし、初めての11になった。すごいね、さっきのだって井戸魔人あんだけ強く162ぐらいだったでしょ。ここか、ここが最初の何レベル上げスポッツかなってことなのかな。さあやった、ちょっと待ってね、 MP 残した方がいいのか、一回作戦で満タン、やばい、まあ、MP まあ2か。さあすげえ、初めて行った、早いね、段階的に。けっんーとブロンズナイフ、ブロンズナイフなんでこうこうなんでこう裏返ってんだお前ブロンズナイフ渡す、誰ですか。装備できません、ナイフは装備できないんだね。ってことはミレイユかな、装備できんの。泥人形さん来ましたよーと。もうハッサン92になった。でもね、でもやりやすいしあれなんだけど、プレステ2のなんだっけ、5やってたじゃん、ずっと5の敵に倒されたけど、ひっくり返り方あるじゃん、敵が、あれ好きあれいいよね、あのひっくり返り方いいよね、なんかね笑っちゃうし。さあ待った、怖い、なんかちょっとボス臭くね、あ大丈夫か、まだ大丈夫か、若干ボス臭、うわいっぱい出てきた、ピエール三人衆が、まあいいか、普通に5、青さん1匹倒せる、オッケー、いやー倒せない、やめて。ってことは1,2,3,4,5,6 人が最高なんだね。ね、あのブレステ2じゃなくて、あの5の時の上に飛んでる的なやつもちょっと驚いたけど、ちょっと驚いちゃったんだけど、4,15、まあ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 、でもホイミが多分消費 MP が2なんだよね、そんな言うほど高くないから、まあまあまあ楽っちゃ楽よね。よし OK、 13でハッサン倒して終わりね。ハッサンいいな、仲間がちょっと何人増えんのかとかが、ちょっと酒場があるから下手したら固定じゃないんじゃないかな。で呪文で、あ呪文、あこれだ、あキアリー、あごめん、あったわ、あ呪文だといけんのか、道具だと出ないのか、ごめんなさい、すいませんでしたキアリ覚えてたんかい。こっち行ける。あ、呪文だとこうやって行けんのね。で、戦闘だと指示は出せないんだけど、あった。すごいね。町入ったらいいな。毛皮のマント。でも装備まだできないもんね。だってね。だできないでしょ。だって。ほら。渡せないもんね。だからね。渡す。できません。だから、町に入っても一緒についてきてくれないし、で装備はできないでしょ、で戦闘中指示はできないでしょ、だけど魔法は選べるっていうなるほどね、そういうことか、そうか、もうキアリー、いや覚え無理だ、もうちょっともう無理だ、もう無理だったわ。でこっち行って、さああった、階段がある、なんどれぐらい、こいつがちょっとめんどくさかんなかったっけさっき。まあホイミが結構こう HP が消費が低いから、まあ良かったかなと。やめろー、で OK よ、8ね、4 OK、 もうなんか全体の攻撃さえ来なければまあ大丈夫だ。全体攻撃これちょっと辛いよね、最初ね、回復が少ないと。あーなんかちょっといる、ちょっと右下に見えません、もう画面になんかいる、わーなんかポツポツ、ちょ待った、見て、OKオッケーだね、2370、オッケー、気をつけろ、奥に何かいるようだぞ、いるいる、目の前にいる、あーうめえうめえ、グビグビ、この静か本当にうめえわいちょっなんかおるぞ、なんだお前ら、お前らこの静か飲みたいのか、いや飲みたいわけではないんだけど、持ってこいって言うけど、こんなうめえも他のやつに飲ますわけにはいかねえな。それにちょうど俺様は何かおつまみが欲しかったところだ、酒と当てみたいなもんか、なかなかうまそうだ、どれ一口風出してもらうか、キーということで、さあやっぱありました、ボス戦なんだ、いきます。さあどうしよっか、まずは今ね、今んとこね、ボス戦って言われても、これボス戦初めてか、あ初のボス戦か、これ
初ボス戦だ。ボス戦ということってちょっとね、飛び膝蹴りのがちょっと強いような気がするんだよね。13、あ、入った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 。19、ルカに OK。 あ、違うか、いきます。どうしよう、普通に攻撃していっていいのかな。17、けっ、いや、まあそんなに言うほど強くはないのか。27、普通にもうこれしかないよね。で、回復していくしかないよね。16、30、ハッサン強いな。もうまだいけるか。15、あ、うん、なんとか、まあ、まだ MP 残ってるからいけんじゃね。でもなんか新しいタイプのモンスターだよね。あんまこれ見たことないね、この感じのデザインね。なんだ、くらんだ、目がくらんだ。15 28、そんなにまだまだマシ、ま、オスから唱えた、上がった、上がっちゃってるから。10 21、ハッサン強いね。スカラで上がったから、ルカニで下げるか。25 25。なんだこの25上げて25下げる作業って、なんだこれ。これずっとやってた方がいいのかな。結構上がってってるから。16、ちょっとあれだね、回復に残してた方が良さそうな気もするけど。ハッサン31、特技ホイミ、ちょっと一回回復して。危ないね危ないね危ないね、ちょっと危ないね。オッケー、ナイス。ベホイミぐらいがちょっと欲しいな。ベホイミがちょっと欲しいぐらい。まあいいか、普通に攻撃しよう。オッケーで、オッケー。スカラもういいか、ちょっともう攻撃していくしかないわな。まだリレミと覚えてないんだよね。あ、うざいなこいつ。こういう時に限って魔法使えるって仲間がいないっていうね。14、あ、オッケー、おー倒した。そんな強くなかった。あの井戸魔人の方がちょっと若干ビビってた。井戸魔人の方が怖かったんだけど、いきなり出てきたから。さあさあ、壺の中にはキラキラと光る真珠色の液体が溜まっている。タカタカン。夢見の雫を袋に入れた。へえ、これがそうなのか、綺麗なものだなってさあって。長屋無用だ、急いで戻りましょう。これは戻ることはできませんね。呪文リレミとも持ってないから、よし行こう、戻ろう。手に入れたから戻ろう。なんかどっかなかったよ、何もないよね、特別ね。一回ちょっとこのまま頑張って戻って、まあ敵はいるから、まあレベル上げだと思ってさ。さあこれが戻ったらあれなのかな、これで何なんだっけ、姿が見えれるようになるってこと？どうなんだろう。とか言いながら、あのばあさん騙されてるってことない？だってほら、ミレイユ、お前なんかばあさんと似てねえなみたいなこと言われてたじゃん。ばあさんじゃないっていう可能性もない？ね、わかんないか、それはないか。いや、わからん。言ってみないとわからん。もうね、もうドラクエはわからない。もうね、伏線の回復中がやばいの。もう。フラグの立て方、もうこうすごいよね。なんかこうすごいわ、やっぱうまいね、やっぱね、このやっぱプロ、やっぱもうすごいわって思うよ。もうね、このもう6作目ですか、もう今回11からやると、もっとやってますけども、やっぱすごいよ、伏線の回収とか。もうね、5はやられたね、もうやばかったもん。なんかただなんかね、5と違ってなんだろうな、ちょっとなんか幻想チックな感じの物語なのかなとはなんかちょっと思ってる今のところ。すげえ楽しみで、もちろん楽しみだけど、なんかメルヘンな感じだったじゃん、ドラケン5って。最初なんか妖精が出てきたとかで、そういきなりゲマにやられたりとかいろいろあって、マジかよって、お、楽さよって思ったんだけど、なんかね、6に感じたらなんかちょっとなんかこの子ら死んでんのかなとか、なんかなんだろうっていう、こうね、ファンタジーっぽい感じなのかな。メルヘンとファンタジーって確かおらんか。なんかね、なんかこうファンタジー色がちょっと強いような気が。まあね、どうなるかわかんない。まあ裏切られたんで、5もいい意味で、もうめちゃめちゃ裏切られたんで、まあ別に構わないんですけど、今ね予想ねいっぱいしててね、多分これ動画ね聞きながらね
青井さんとか皆さん思ってるわけでしょ多分あるでしょ、どうせ知ってる人がほとんど見てると思うんで、あー青井さんあのシーン行った時の反応どうなるのとか思ってるわけでしょ。まああるんでしょうね。もう5でもたくさんありましたからねありましたからね、まああると思うんですけど。さあレベルが上がった、レベルが上がった12。まあ末永く、末永く、まだどれぐらいだろうね、うーんちょっとわかんないけど、ちょっとまあ、別にネタバレ大丈夫ですけども、まあドラクエ5と同じくらいのボリュームはあるんじゃないかなと思うんで、まあ1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月ちょっとぐらいまたねですね、に下手したら2月中はこれやってるかもしれないんで、うん2月中はこれやってるかもしれない。あーちょっとやばいな、ちょ MP 使いたくないんですよ、あのルーラで帰りたいから、ルーラでルーラーで帰りたいんですよ、ルーラーで。あそこのおばあちゃんいたとこいたでしょ、あそこねルーラー飛べるんすよ。 OK、 あ毒、あの毒気必要じゃないわ。薬草もねちょっと先行どうなるかわからないですからね、じゃ残しておいた方がいいんでね。よし OK、 でどっちだった、こっちだったっけ、こっちか。はい行きます。これが入り口だったね多分ね。いやーなんかちょっと、なんかちょっと嫌なタイプの敵臭くね。14、なんか嫌だな。倒した、あ強そう、いやよか、うん、いやまあいいか、なんかちょっと強そうだな。でもブーメランだから飛んでる的には強いのかな、強いんかな。ほいっと、さあこれでまだか、危ない、ちょっと待って、道具で薬草使っとこう。ちょっとなんかハッサンがなんだか死にかけてるような気がするちょっと若干ちょっとこっちか、オッケー。いやもう一回出てくるね。でもよかった、はぐれ、あの、あ、メタルか、メタルのはぐれじゃないわなんでちょっと最近あのはぐりに恋焦がれてるねちょっといろいろありまして、メタル出てきたからよかったな、初めて倒せて嬉しかった。やっぱメタルって嬉しいね、初めて倒す時と初めて出てきた時嬉しいね。僕まだこれが789でできますからね、いや幸せもんですよ本当もう超幸せなんだけど。よし行こう、でそこ降りて上上がってってよいしょ、でこまルーラで飛びましょう、ルーラでほいっと呪文、ルーラ、ルーラでどこに、ダーママーズの館行きます。マーズの館ほいっとね、宿屋泊まりたいんだけどね、ちょっとね、もう MP ないからね。ああ、あ、ばあちゃんいる、ちょ、ばあちゃんいるんじゃなくて、今びっくりしたのが、あ、MP2 なんだね、ルーラね。ちょっとこの世界なんかちょっと、ホイミも2だったでしょ？で、ルーラ、あれ？ 5 ってルーラって、消費 MP8 ぐらいだったよね、確かね。おや、おかえり、その顔うまく、夢見の雫を手に入れてきた顔だね。お前さんたちならちゃんとやってくれると思っていた、大丈夫、待った、ボスじゃないよね、やめてよもう、ご苦労だったね。さあ疲れた、今日はひとまずお休み。ちょっと待って、怖い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 、魔女の館的なところでこう止まるって怖くね、怖くね、もう超怖いんだけど、もう疑心暗鬼かお前。いやちょっともう5でもう結構さ、いい意味でさ、どんでん返しがあったから怖いんだよ。さあ今から夢の雫に呪文かけるよ、振りかければお前さんたちはこの世界で姿が見えるようになるはずじゃ。でもばあさん、この世界って言うけど、ここは一体どこなんだ？ここはお前さんたちの住んでいた世界とは別の世界。さあ来ました、まあそうでし、いやそう分かってます。さあ物語が始まるのか。ここの世界の住人ではないため人から姿は見えんのじゃ。またやっぱドラクエ3のちょっととまたちょっと違うんだね。お前さんたちの世界、もっともお前さんたちの世界からこっちの人が迷い込むことなどありえないはず。なんだちょっと待った、いや、ま、どういうこと。マーズばあさん結構知っとんなこれ。起きてしまったことは仕方あるまい、夢占い師のわしにしかできないことをしてあげようじゃないか。あ、ばあさんいいやつか。いや、なにマジで。それじゃ夢見の雫をもらうよ。夢見の雫を手渡した、ブツ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 呪文を唱え始めた。
こっちとは別の世界は、まあ、それは分かってたんだけど、だから、違うんだな。ドラクエ3とはまた違うんだな。あ、姿が。やれやれ、終わったわい。少しお前さんたちに持たせてやろう。お前さんのような人を見かけたら、その雫をかけて、いやー、分かったぞ。もう出てくるんだ。4人目はこれだ。これなんだよ、多分。かけるんだよ、これ。お前さんたちならそういう人の姿見えるはずだからな。またいるのか、迷い込んでくる人がいるのか。のミレイユ。どうしたん、ミレイユさん。ミレイユさんもそういうことだって見つけられたのかな、このばあちゃんに。本当は私もあなたのようなこの世界に姿、あ、上の世界の人だったんだ。おばあちゃんに助けてもらってこの通り姿、さあ、なるほどね。それで、あんたたち、俺たちの、そう、なるほど、そう、ミレイユがそうだったのか。ばあさんにも見えているのはなぜだい？わしは夢占いをのなりわいをしているからの。わしに見えない夢はないんじゃ、夢？わしに見えない夢？これ、ザナルカンド的な？出たー！ザナルカンド的なやつですか、これ。前どっかでもこのセリフ言ったな、俺たちか。どうじゃ、お前さんたちもだいぶ分かってきただろうが、真実はお前さんたちもショックなことが、もうちょっと待った。サンマリーノからの船でレイドック行き、王様に会うがいいじゃろう。なるほど、難しいことはそれからゆっくり考えなされ。きたー。私この人たちについていくことにします。おお、きた、よしよしよし。お前がそう言うならわしも止め、おお、ちょっとあれだ、鳥肌だった。ごめんばあちゃん、ごめん、ほんとごめん。なんかもう化け物だと思ってたんだ俺。ごめん、いい人だった。ごめんばあちゃん、ばあちゃんごめんよ、ごめんよ。絶対化け物だろとか言って、じゃ、どうせあれ悪いやつだろとか、ごめんばあちゃん。青さん、やっぱいい人、やっぱ分かってた最初からね、いい人だと思って。青さん、ハッさん、これから一緒に旅をさせてくれ。あ、来た来た来た、ミレイユが、ミレイユが仲間に加わった。ばあちゃんごめん、ばあちゃんごめん。仲間に加わった。ちょっとハッさんの家行きたいな、ハッさんの家。ミレイユ、よろしく頼むよ。そして何か困ったことがいつでもおいで。わかることは教えてやろう。さあ、来た。ちょ、待って、なんかないかな。お前の工場じゃが、まずは教えてくれるじゃん。ばあちゃんごめん、超いい人じゃな。探すにもその方が近道じゃろうしな、だって。ってことは、これでいっちまった。あ、わかった、忘れた。これ入ってねえじゃん。なんかいるー。ひゃー、冷たくて気持ちいいや。俺がここにいるとこ内緒だぜ。そのがいいこと教えてやろう。海を渡った西に、大陸にすごい宝が眠っている。おっと、俺がここにいるって内緒だ。さあ、ということで、これがヒントだった。ごめんなさい、さっきこれでヒントもらうはずだったんだね。ちょ、上がろう、上がろう、上がれね、上上がれね。なんだ、どこに、またあれか。だから一旦これで戻って、ちょ待ってね。あともう一個ちょっと気になることがあるんだ。ちょっともう一個気になることがあって、ちょっと一回ちょっとさ、ハッサンの実家行ってみようぜ。形はこれハッサンだよね、どう考えても。ハッサンしかいないよね、息子だよね、ハッサンね、あれね。さあ、西の大陸に、その塔に行けば、なんかちょっと、まあそこでしょ、今の感じだと。待った、行きます。あれ、いない、後ろの人なら。今はハッサン、ハッサンなのかよ。おー、来た、よしよしよし、やっぱりそうだ。あ、あなたもハッサンよ、あなたハッサンよ、だってハッサンが帰ってきたのよ。グガーグガー。ちょっと待って、うちの人ったら、ハッサン、あなたもお父さん起こしてちょうだい。ちょっと待って、これ悪いけど人違いだと思うぜ。まあ何を言うの、ハッサン、母親の私が、ま、いや、なんで記憶がないんだろう。じゃあこの家には覚えがないし、俺は民の武道家で、ハッサン行こうぜ、ハッサン、全く訳が分かんないよ。本当だ、ちょっと本当だ、あんな、こんなね、いい体格してるやつが訳が分かんないよって言ってるから、ちょっと混乱しとるな。私の息子のハッサン、どうしてしまう、いや、なんで、なぜですか、記憶がない。なんで記憶がなくなるんだろう。上の世界は何なんだろう。記憶があって。待った、ちょっと待って、その前に。ここも、
これどうなんのここ。参っちゃった、まさかメラティックこの街を追い出されちゃうなんてね、そこまでするつもりなかったのにな。あれお客様何でもないのに、あ、なんかちょっと追い出されちゃったみたい。さあということで今回はですねこの辺で終わりたいなと思います。でこっから一旦船に乗っていくのかな、まあ、船のドックがあったんであれなんですけども、ねなんかねミレイユも上から来たことが分かったし、でにやっぱりねハッサンは息子なんだよね。ただ記憶がないのが何なのか分かんないんで、上の世界も分からないんですけども、いやー楽しいねまあまだまだね1日1本開けたとしてもまだ1ヶ月ぐらいやると思いますので、皆さん、よろしければお付き合いくださいということで、よろしければチャンネル登録、そしてこの動画にですね高評価も押しておいてください。それでは皆さんバイバイ。